いますね。はぁー、監視員たちには死んでもらった。ボーナスは交渉次第なんでね。はあ、ラスボス戦やん、ここ。ネメちゃんだよ、ネメちゃん。うわーじゃねえよ、お前。はい、こんばんは、島津です。本日もね、バイオハザードオリジナル版やっていきたいと思います。前回ですね、ジルが、そうだね、ワクチン打ってもらって元気になったところから、公園を抜けてね、グレイブディガーと戦って、この下水処理場に着いたところで終わりました。で、もうすぐですね、戦術核が撃たれるということで、ね、早くこの楽園していいから脱出しないといけないってことになったので、脱出するためのね、手段を見つけていきましょう。それでは、行きます。一応ね、装備はこれだけね、うん。弾とかも、ハンドガンの弾とかも作ったんで、うん、まあ十分戦えるんじゃないかなと思います。あとね、マインスロアなんだけどね、ちょっと不便でね、弾を全弾撃ち尽くさないとリロードができないってことが分かりました。だから3発、うん、撃ち尽くしてからね、補充室に戻ってこないといけない感じです。待って、何回いる、ちょっと待って、あ、いないけど蒸気がね、邪魔で通れませんね。あ、スイッチ切り替えればいけんだっけ。あー、なるほどね。なるほど。オッケー。これどこだっけ？あれ？いける。はい。ダメか。ね、なら、こうは？で？これでいけない。こうかな？下だな、下。下いじって、ここが開くから、こうで、こう。で、ここが通れるようになってんじゃない？よしよし。いいぞ。これで？これ塞がれると。うん、なるほど。どこかな？あそこ通れますかね。はい、オフ。あ、来たね。じゃあ、ここで、はい、止めて。いけた。安全システムの電源を制御している待機モードになっているようだ。スイッチを押しますか。何が起きますかね。安全システムに電源が供給されたようだ。あ、通れるようになったっぽい、そこ。うん。あ、だった。ちゃんとオフにしていかないとね、出れなくなります。なんか、敵湧いてますかね。湧いてたー。ドレイン・ディモスじゃないよね、これ。ブレインサッカーか。じゃあ、マインスロア撃とうか。くれ！は？あ、嘘。ごめん。やばい。2発すかした。当たれよ。オッケー。地面に仕掛けてね。地雷みたいな感覚で食らってくれましたね。くっそ、当たってなかったか。もうね、ブスってぶっ刺す感じで打たないとダメですね。あ、もうちょっとかけて。OK。あ、嘘！やった！ハンドガンで倒せた。クリティカル入ったみたい。あ、ブレインサッカーにもクリティカル入るんだね。てっきりゾンビだけかと思ってたんですよ、クリティカル入んの。やった、倒せた。めっちゃ弾節約できたよ。ほー、マジか。あ、ここで使うんだったのね。じゃあ中入りましょうか。マインスロア、当てるの難しいね。あいた地べたを這うタイプには。なんかいるね。あ、ゾンビだ。ゾンビ一匹。え、どこいる？ MO ディスクだ。懐かしい。あ、まとまってたな。まとまってるんだったらマインスロア？マインスロア！いけ！巻き込め！オッケーかな。二人巻き込めんかったけど、いいでしょう。合格、あんたたち。ほい。クリティカル入ってほしかった。危ない。ほっ。おー、ナイス、クリティカル。いけたね。よし、全滅完了。システムディスク。懐かしいな。これ、どこにハーメンですかね、今回。で、グリーンハーブ。あ、ここ、さっきのとこだね。ここセキュリティのシステムがある。システム電源 OK。水質チェックエラー。ロック解除には手動確認が必要です。もう水質チェックをね、ちゃんとクリアしないといけないみたいですね。どこでやるな、ここか。いや、エレベーターだな。ボタンを押しますか。あ、何階っていうのはないね。上と下だけだね。で、これ、
地下だよね。地下に来た。あー、待て待て待て。強化ゾンビじゃん、こいつら。強化ゾンビだよ。足が速いタイプなんですよ、こいつら。待て。バーボンした方がいいな、バーボン。バーボン！オッケー。いた。ちょ、待て。うわー、めっちゃいる、めっちゃいる。多分、強化ゾンビだったはず、こいつら。うん。というか、単純に、水に浸かりすぎて皮膚がね、腐敗しちゃったタイプなのかもしれないけど。自分としてはね、このタイプって強化ゾンビって印象。パン。いた。何体いる ?5 体ぐらいね。まあいいや。水の中さまよってるから。水質制御装置がエラーを出したまま止まっている。あれ、いじれないんだっけ？やった。ショットガンの弾が。これで、まあ、バボンはできますね。あいつら。待って、こっちにドラム缶があるってことは、なんかこっちに出てくるな。あ、そっからも這い上がれたの？お前ら。なんか、ね、装置の横から、上に上がってきてましたわ。いますね。はぁー怖え。下がって正解だった。うん。あ、ダメ？で、聞いてる？オッケーオッケーオッケー。はい。はい。危ない危ない危ない。ちょっと下がって下がって。どうやら登ってこれないね、こいつら。バボン！聞いたか？あと一回。おい、かわすな、お前ら。よいしょ。ここにいれば安全だね。っていうのが分かりましたわ。ほい。いた？まだ？あ、いたいたいた。ダメダメ。ジルジル、ジル。ダメ。ここにいなさい。ここが安全。はい。リズムゲーだな。リズムゲー。やれた？やれたね。もうジル、緊急回避しちゃってね、前に行っちゃいけませんよ。え、ここどこ？セーブポイント？セーブポイントっぽいな。マニュアル。うんうん。あ、セーブポイントだ。ちょいちょいあるね。あ、ちょうどね、預けたかったから、もの。ありがたいっすね。これか？これが水質チェックですかね。処理サンプルを取りますか。もう何もない。これをさっきの装置のとこにはめるんですかね。それともこの奥に、なんか、今のサンプルをはめる装置があるんですかね。うわ。まだ地下。さらに地下。待って、怖い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 。何？ここな、何の研究してた感じ？フラスコが落ちてるよ。これは？可能性あり、排気処理エリアの、通行を遮断中。ロックを解除しますと。うん。懐かしいな、これ。水質チェックの装置じゃないですか。処理サンプルが必要のようだ。ここにはめるんだ。ああ、来た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 。これに合わせないといけないんですよ。上のに。うん。このね、ABC をね、うまく動かして、そう、このリザルトってところを、上と同じようにしないといけないんだよね。操作しますか。ほら、今こんだけずれてるんですよ、上と。これを合わせる必要があります。なんかこれで良さげな気がする。良さげな気がする。うんうん、いけるいけるいける。よし、チェック。通るぞ、通るぞ。どうや？ほらほらほら、今んとこいいもん、今んとこいいもん。オッケーオッケー、クリア、クリア、クリア。これで、水質が、良くなったはず。あ、上に行きなさいってね。オッケー、オープン。オープンした。ロックが解除されたようだ。いやー、ちょっと、ね、難しかったですね。結構難易度高かったんだよね、ここって。うん。だから、時間がかかるとこだったのが、ね、懐かしい記憶です。よし。じゃあ行きましょう。ゾンビ湧いてないよね、ゾンビ。湧いてない。終わった。あ、そうか。セーブポイントだよね。湧くわけねえわな。さあ、ゾンビたち、どういう配置になってるか。そういう配置？やばい。やばい。やれた。あいつら来るね。うん。降りてきたとこバーボンしようか。何体？あと2体いたはず。もう1体は？バーボン！あれ？バーボン1体いたいた。よかったよかった。まだいた、まだ2体いた。まだ2体おったで。バーボン！お、足折れにした。1体足折れ。いやいや、2体足折れになったわ。2体足折れになりました。足折れってね、当時、うん。
このね、あのオリジナルのバイオハザードだと足折りゾンビにするのって結構難しかったんだよね。うん、まあ、今うまく足折りできたかよかったけど、あ、どこいる、こっち、危ない、噛まれる噛まれる、おい、いった、よしよしよしね、2人足折りだったね、結構レアなケースですよ。うん、足折りがここは特にいじらなくていいんだね。うん、じゃあ乗りましょう。開いたね、開いたけど、ここ何なんだろう、どこに繋がってんですかね、果たして。バイオハザードマークがある、え、どここれ、え、なになになに、ここ、何だったっけ、全然覚えてない、なんか、うん、びっくり、びっくりした。監視員たちには死んでもらった。ボーナスは交渉次第なんでね。The amount is modest, but there is a reward to be claimed upon the confirmation of your death. That's great. Except I have no intention of contributing to your retirement fund. あれ？あ、ニコライ死んだ？はあはあはあ。え？ニコライ死んだね。それであれだったみたいだね。今まで殺し回ってたのって監察員だったんだ。うん。で、ボーナスは交渉次第ってことだったんで、ね、あの、監視員がいないほどお金独り占めできるから、それで殺し回ってたんだね。もう、金のためなら何でもするやつですね。まあ、そんなやつも今何かに襲われたんですけど、なんだったあれ。あ、いるいるいる。ニコライがいた。死んでる。何にやられたの？ニコライさん。結構おぞましい顔して死んでましたね、最後。引きずり込まれた感じだね、上に。これ行く？特に気になるところはない。システムディスクが必要。はいはいはい。ちょっと待って、いかんほうがいい。ああ、嘘嘘、強制で行くのそれ。セーブしようと思ってたのに。うわ、待って待って、ボス戦やろこれ。ボス戦やん。処理ルーム内の作業が開始します。危険ですので、退避してください。待って、セーブしてないって。はあ、ラスボス戦やん、ここ。ネメちゃんだよ、ネメちゃん。うわ、じゃねえよ、お前。マジか、ガチか、これ。ガチか。やっちまった。ナイス回避。これなんだっけ、ああ。おお、めっちゃ効いてる、めっちゃ効いてる。酸性のなんかだね、酸性の。うん。ちょっと待って。しまったな、急にボス戦か。お、効いてねえぞ、こんな。はい。当たんない？あぶね、ナイスナイス、早く早く爆発し、痛い痛い、食らっちゃったよ。おい、あ、弱ってる弱ってる、めっちゃ弱ってる。あー、うちはち、待って、あー、失敗、緊急回避成功したけどね。あー、やめてやめてやめて、ちょっと待って、死ぬ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 、まだ大丈夫まだ大丈夫、ちょっと待って、これこれ手動でどうにかできないの？ダメだ、かわせない、危ない、あれ手動で開きたいよね。銃で撃てば開くんじゃなかったっけ、どうだったっけ。あ、開いた開いた開いたけど無理だった、くそ、まず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 、いいや、アサルトゥライフル、アサルトゥライフル、効いてる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 、ほら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 、はい、回避。もうダメだ。ちょっと待って。危ない。ああ、もう、かわしてんだけどね。当たっちゃうね。射程が長くて。やばい、もう死ぬんだけど。はい。はい。
はい、あーダメ、危ない、待ってこっちにおびき寄せて、オッケー、出ろ出ろ、ダメね、よしよし、食らった食らった食らった、あ、自分食らっちゃった自分食らっちゃった、バボンバボン、あ、もう待って見て、もう腕が溶けちゃったよ、危ね、うん、これかなりのね酸性の液体みたいですね、危ない、あぶね、こっち来い、こっち来い、こっち来い、駅、駅かけてやる、早く早く早く、こっち来い、こっち来い、こっち来い、待って、早く来いって、早く来いって、何壊してんねん、お前、何壊してんねん、ふざけんな、やばいやばいやばい、ちゃんと当てられない、ちょっと待って、行った、危ない危ない危ない、早く。え、こいって。あ、死んだ、死んだ、死んだ。もうこれ当てんの難しいわ。ごめん、ごめん。液体の方にキー取られすぎちゃいました。いいね。ほい。はい。今だ、今だ、今だ。島津はひらめいて。あれ、あれ、嘘。危ない。待て。当たんねえよ。痛い、痛い。危ない、ちょっと待って、障害物狙いたいんだけど、危ない、ちょっと待って、来た来た来た、オッケーオッケーオッケー、液浴びろ液浴びろ液浴びろ、よーし、浴びた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 、狙うのが難しい、狙うのが難しい、そして追い打ちのグレラン、追いグレラン、よいしょ、ほい、聞いてるやろ聞いてるやろ、ほい、あ、いいですいいです、そんな遠距離攻撃してこないでよ、そして冷凍弾に切り替えると、ちょっと距離取ろうか距離取ろうか、あいつ車で相当時間かかるはずだから、足細いし、よし、ナイスかヒー、さあおいで、お前に浴びせたい浴びせたい液があるんだ、おら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 、アサルトライフル 68% 分のアサルトライフルを食らいなさい、うん、来た、危ない、ちょっと待って、いていて、よし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 、オッケーオッケーオッケー、さあ液を浴びな、回復しとこうか、まだまだ回復薬たくさんあるからな、ショットガンでも受けてくれ、お、首が取れた首が取れた、ネメシスの首がポロ、え、生きてんの生きてんの、首がポロって取れても生きてんの、あれかなあれかな、メインカメラがやられただけだからまだね活動できるみたいですね、たかがメインカメラをやられただけ、メインカメラがやられただけでね、五感で動いてますね、敵がどこにいるかっていうのを大体把握して、化け物かこいつ、ちょっと待って、冷凍弾冷凍弾、ん、やっぱね見失ってるね、うん、大体の方面は分かってるけど、 OK 冷凍弾食らった、でもこれ多分ね、そうだね、液をしっかり浴びせないといけないんだよね、よいしょ、はい、液浴びて、浴びたね、あれあれ絶対浴びた、はい、おいついて、よし倒した。うん、液浴びせないとね、倒せない感じでしたね。何気にもう2分切ってたな。危なかった。どこの死体から落ちた今。どこの、あ、こっからか。こっからこぼれ落ちたか。よし。てか、いろんな怪物がね、いるね。ほら。今、こっちじゃないな。ここ?ほら。これなんかね、立花にも見えるよね。なんですかね。え、これどこに行けばいいの?あ、そっち?こっちに行けばいいのか。はい。カードキー読み取り装置。開いて開いて開いて。よし、脱出成功。もうね、ネミシス、これでくたばってほしいところですけどね。ん?これは何が起きるんだ?あー、はいはいはい。水に落とされましたね。うん。沈められましたね。ミサイル攻撃を確認、署員は速やかに脱出してください、マジか、ミサイルが飛んでくる手前らしいです、 OK 急いで脱出しましょう、弾ならまだいくらでもある、うん、たとえブレインサッカーやハンターが出てきてもね対処できますよ、まだ
あ、いるね、いるね、いるね、いる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 。はい、聞こえます、足音が。おう、バーボーン。いや、そこそこいるぞ、そこそこいるぞ。待って。オッケー。待って、マジでそこそこいる。あ、待って、ショットガン、ショットガン、ショットガン。バーボンタイムの時間だ。おいしょ。いた？いたね。よしよし。こっちにもいそうだね。こっちにもまた、ハンターかなんかいそう。いない？あ、いない。こっちにはいなかった。よかったよかった。ここ何なのかな？電子ロックされている。そこ気になるよね。こっちにカードキーがないと開かないところあったよね。確か。ここだ、ここだ。開かないじゃなかった。起動しないところか。はい、OK。で、この水処理場の鍵、また使うんですかね。お、グレランがある。あ、よかった。ちょうどね、グレラン持ってきてたんで。OK。12発。めっちゃ手に入ったね。もうないのかな？大丈夫？プラスチック。小さなスロットがある。これ？違う。これ？え？待って待って、プラスチックのカードがさせそうな小さなスロットがある。プラスチックのカード？何何何？そんなんないよ。嘘、何が必要なの？何が必要なの？え、どうしよう、いけないんだけど。なんか取り損ねてるっぽい。まだ。何を取り損ねてる？ここで使うのかな？ちょっとカード使えないか？あ、カード使えた。バーボンタイムですね。カードキーはもう必要ない。OK。ここで使えましたわ、カードキー。うん。グレラン。ほっ！あ、ダメだ。一体しかやれんかった。貫通力がないですね、グレランは。バーボンタイム。よし。よしよしよし。まだ先に行けた。よかったよかった。ほい。ほい。はい。で、突破。こっちにあるんでしょうね。うん。さっきのところを開けるためのプラスチックのカードキーが。じゃないと。え、あ、カルロス？ジル、ジル、where are you? If you can hear this transmission, respond immediately. I'm here. What's up? I got us a ride. The chopper engines are running and ready to go. On my way.The city's about to become ground zero. Hurry up! And don't forget to take that device with you. What does it do? That device tracks the distance of the approaching missile. Make sure you bring it with you. Now listen to me. Don't give up. We're both gonna survive this. Just get over here! 携帯型レーダー受信機。はい。おお、すげえ。こんな感じで見れるみたい。あ、やばいやばい。ミサイルが攻撃を確認。ミサイル攻撃を確認。うん、危機レベルが D を超えました。やばい、早く脱出しないと。え、しまったよ。は？あ、開いた、ここは代わりに。いや、ミサイル来てる、ミサイル来てる。なんかアイテムないのかな？あ、アイテムあった。マグナム弾。マグナム持ってきてねえんだよな。うん、持っていきたいんだけど。まあ一応持っていこうか。うん。どっかボックスがあるかもしれない。下行けば。急げ急げ急げ。ミサイル来ちゃうよ。てか本当に近づいてきてるわ、ミサイル。うん。数字がどんどんちっちゃくなっていってる。ほら。あ、ゾンビいた、ゾンビいた。じゃあ、そうだね。これ、これいらないよな。じゃあマグナム持っていこうか。いらないよな。死んでる？あ、死んでる。あ、生きてた！お前。サッカーボールキック。珍しく。久しぶりやったわ、サッカーボールキック。だって、あれ？待って、こいつら。一人一人、ね、確認していこうか。生きてんのか、お前。死んでるな、こいつ。オッケー。こいつは、大丈夫。うん、倒した。こいつ、こいつ生きてね。あれ、生きてる？生きてない。カラスが、カラスが沈んでるよ。あー、もうラスボス戦ですね。すんげえ弾が手に入るよ。じゃあ行きます。セーブポイント今のとこなかったよね。もう来ちゃったけど。何？やばいやばい、地震地震。大丈夫？あ、おお、タイラントが死んでる。ここでタイラントって量産型だったんだよね。だから各地にいたんだよ。
ラフンシティね、そのうちの一体が今いましたね。あ、これ。ああスーパータイラントもいるわ。懐かしいな、スーパータイラント。これ確かね、押し込み型の配電ユニット。あ、やばい、どんどん進んでいってる。うん。確かこれね、そう、押し込んで、超電磁砲みたいなのが撃てたんだよ。あ、入った。これを押し込むと、これが撃てんだよ。注意、バッテリーが不足です。本システムは起動できませんと。うん、ネミシスが来んだよね、ここで。確か。めっちゃいるやん、タイラント。すごい数いいんで、ここに集合してたんですね。うん、尋常じゃない数いるわ。すご、子供の頃そんなね、考えてなかったんだけど、まさかここまでいるとは思わなかった。うん、激戦だったんだね。ここで、カルロスたちの部隊と、最終決戦を迎えたみたい。バッテリー接続完了。来たね、来たね。落ちてきた。かつて、ネミシスだったもの。やばい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 。うわー、足吐いた、足吐いた、足吐いた。え、やば。やば、でかくなったし。ひっくり返ってきた。やばいやばいやばい。待て待て、急げ急げ。あ、危ねえ、危ねえ。2だよね。はいはい。これを、押せないの？早く。早く押して。来るぞ、あいつ。OK。あいつにぶち込むんですよ。確か。確かそうだったはず。あ、危ねえ。嘘嘘嘘。早く早く押し込んで押し込んで。何してんの何してんのジル。ジル。ジル。OK、OK、OK。よしよしよし。レールキャノン起動。打ち込め、打ち込め、打ち込め。自動プログラムにより、家電を開始します。ぶち込め、ぶち込め、ぶち込め。まだっけ？時間かかるんけ？打ち込むまでに。あー、飛ばしてきた。あ、ダメだ。打ち込むまでに時間かかるわ。ということは、マグナムダーン！マグナム！いや、聞くやろ、聞くやろ、マグナム！いやー、いっちゃ、回避回避。ふぅ、怖え。ほい。ほい。いや、聞いてる？リロード、リロード、リロード。ほい、行っちゃえよ！行っちゃえよ！ちょ、待って。食らうんだよな。何気にこれ。グリラン。はい、来い。ここへ、ここへ。一発当たれ。いやおお、くる。くるくるくる。くるくる。当たるぞ。これ絶対当たる。お動くな。オッケー。え、当たってない？外れたくさい、外れたくさい、外れたくさい。危ない、危ない、危ない。見て見て。外れたくさい。あ、新たな道ができた。新たな道が。危ねえ。シュッ。オッケー、オッケー。これ当たるぞ、これ当たるぞ。当たる。ふぅ。下手したらジルにも当たってたね。過剰加熱のため強制冷却に入ります。もういいよいいよいいよ、あんたの出番終わり。じゃあ脱出しましょう。悪悪ね。え、まだ生きてたの？お前まだ生きてたくさいな。しぶといね。あ、洗濯機だ。迫ってきた怪物にとどめを刺す。無視してエレベーターで脱出する。まあ、せっかくだからとどめさそうか。やれ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 。とことん追い打ちですよ。あ、やれましたね。これだけね、破壊した状態だったから、マグナムでもね、十分、とどめを刺せました。じゃあ脱出しましょう。これ多分イベント進行中でもミサイルのね、あの距離って進行してるんでしょうね。だから、もしかしたら、ね、あのイベント中にミサイル落ちてきてゲームオーバーって場合もあるかもしれない。お。ナイス、カルロス。出ようぜ。
すまんな。ちょっと手間取ってましたわ。I guess we're all set. All right then, we're out of here. あ、飛んできた飛んできた。Oh no, it's here. It's time to go.さあ、カプコン製のヘリですが、落ちませんかね。いや、凄まじいね。凄まじい威力だな、これ。戦術核、ラクーンシティの全てが粉々に熱殺菌されていきますよ。耐えるか。耐えた。耐えたぞ、カプコン製のヘリが。やったー、クリアだ。大変悲しいニュースをお伝えしなくてはなりません。致命的なウイルス汚染によって市民の生存を絶望的と見た大統領と連邦会議は軍による滅菌作戦を実行に移しました。この作戦によりラクーンシティは地上から消え去り、事件の犠牲者はおよそ何万人いたのかな、10万人か、10万人に達すると予想されます。もうこれね、感染が広まる前にも抑えないといけないからね。でかつラクーンシティにはもう生存者っていうのはそんないないと見たんでしょうね。まあ実際ほとんどのね、市民とか住民はね、全滅してたんですけど、これしかないもんね、感染を防ぐには。はい、バイオハザード3ラストエスケープね、リメイク版のね、RE3 がね、出る前にどうにかクリアすることができました。よかったです。はい、クリアです。7時間かかりましたね。7時間5分、ナンバーオフセーブ29回。グレード E ですって。 E きつ。あ、脱出したとこんな感じでね、どっかの船に乗ってたみたいですね。このイラスト、この絵は覚えてなかった。ジルとカルロスね、2人で一時一緒にいたみたいですね。エピローグだって。事件後のジル・バレンタインは旅立った。クリス・レッドフィールドと合流するためである。だがジルを待っていたのは物気の殻となった隠れ家であった。床にはクリスのナイフが、銅鏢のごとく、鈍色の光を放っている。ジルは迷いなくその場を立ち去った。彼女は信じている、必ず生きて再会する、そう盟友と誓ったのだ。だったね。こんな感じでエピローグ流れるんだったわ。あ、エピローグが追加されてるね。あ、こんだけあったっけ、エピローグって。それでね、エピローグの解放方法をね、ちょっと忘れちゃったんでね、ちらっと今調べたんですけど、クリア回数を重ねるごとにエピローグが一個一個解放されていくみたいですね。だからあと最低でも7回クリアしないと全エピローグが見れないってことです。難儀やな。難儀やな。あと7回ね、楽にしていいから生還しないといけないみたいですね。はい、というところでね、今回の企画ね、バイオハザード RE3 のね、発売前記念としてね、オリジナル版のバイオハザード3をやらせていただきましたが、無事クリアということでここまでとさせていただきます。いやー、終わるかどうかっていうのが不安だったね、発売前までに。どうにかギリギリ終わりました。今日ね、撮ってるのが26日なんですけど、26日の夜中ね、27日からね、バイオハザードレジスタンスとね、プレデターのね、まあ、オープンベータが開始されるんですよ。だから、ギリギリでした。こちらね、完結したんでね、また新しいシリーズとかは、落ち着いたあたりからね、始めていこうと思ってます。なので、よろしかったらね、また見に来ていただければすごくありがたいです。しっかりと収録して、編集して、みんなの見やすいように作っていくので、よろしくお願いします。それで、よろしかったらね、チャンネル登録と高評価とコメントしていただければ、動画制作のね、モチベーション向上につながるので、そこら辺お手伝いしていただければと思います。よろしくお願いします。コメントはね、もう全部見てるんで、はい、気軽に書いてみてください。というところで、島津が鹿児島からお送りさせていただきました。
失礼させていただきます。ありがとう、最後まで見てくれて。ではでは。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。